すいません。時間となりましたので、始めさせていただきたいと思います。私、この度、こちらの、環境科学セミナーにということで、本日、担当が、森林風地形学研究室ということで、担当させていただきます、高坂亮と申します。どうぞよろしくお願いいたします。で、本日はですね、気候変動、人工縮小で問われる森林科学の役割、国東半島宇佐地域での実践と研究と題しまして、3人、講演をさせていただきます。で、まずですね、私の方から、趣旨説明と、で、プログラムとはちょっと順番が入れ替わるんですけども、私自身のですね、発表を、させていただければというふうに思っております。で、続きまして、山椒魚について、大分大学の長野先生からご発表いただいて、で、最後に基調講演の林会長から、講演をいただくという順番で発表をさせていただきたいと思います。なお、こちらの動画ですね、YouTube でも、Zoom でも今、公開しているんですが、録画をさせていただいております。で、編集を経て、公開予定でございますので、その点ご了承いただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。で、ちょうどですね、昨日まで私、韓国に行っておりまして、そこで、森林と、食料ということで、国際会議 FAO の共催でですね、韓国の林学会と FAO の共催で森林と食ということで、椎茸について少し発表してまいりました。これは講演させていただいているソウル国立大の先生方になりますけども、そういったこういったことがですね、今国際的にも注目されているということは知っておいていただければと思います。で、その際にですね、やはり気候変動というものは大きな、テーマになっているということは指摘されておりました。で、今日はこういった形でハイブリッドで開催をさせていただいておりまして、Zoom と、今50名弱の方々と、会場に、20名弱の方々がお越しいただいておりますが、開催をハイブリッドでやっております。で、本日の目的といたしましてはですね、気候変動と人口変、あの現象が、両方で、進んでいる国内の森林ですとか生態系の中での、適応策ですとか実施というものが課題となっておりますけれども、このあたりがどうなっているのかという議論は農業でも林業でも、あるいはいろんな分野で、流域治水とかグリーンインフラとかそういったキーワードでも出てきていると思うんですが、世界農業遺産だけども林業もかなりアクティブにやられている非常に特徴のある循環型の国銀の利用と原木しいたけが対象となっているエリアでですね、そういったところを対象にした分析ができればというふうに思っております。すみません。ちょっと全画面にすると進みが悪いので、全画面ではない形でやらせていただきます。本日、私の方から趣旨説明と、簡単な、これ最近書いた論文の発表をさせていただきます。で、続きまして、大分大学理工学部の長野正弘准教授が、国東半島宇佐地域における農業と山椒魚の関係、最後に、林会長から国東半宇佐地域に、半島宇佐地域における広葉樹を利用した持続的生産活動と題しまして、ご講演を、いただきます。で、私、実は長野先生と同期で、こちらの、同期っていうのは、学年が同期という意味ではなくて、助成金の同期でございまして、大分県のですね、令和2年度の国東半島宇佐地域、世界農業遺産研究というところで、2人とも採択いただいたという経緯があって交流させていただいております。今回、科研費の基盤 B の方の申請も一緒にやらせていただいて、2人とも、参画しているということです。で、私どもの方ではですね、こういった農業遺産の中で、いろんなそういう椎茸の、主に輸入品との違いというものを考えていくときに、価値の見える化っていうものは、歴史サイドから、あるいは環境保全のサイドからやれないかとか、そういう地域の方の、知識のですね、共有っていうものをどういうふうにやっていったらいいのかっていうことを、議論しております。で、現在、森林は非常に大きな、
転換期にございまして、新しい財源として森林環境譲与税といったものが、自治体に配分されております。で、皆さんが、国民の皆さんが払い始めるのは2024年ということで、ちょっとマイライスで使っているというちょっと極めて得意な制度なんです かなと私個人的には思うんですけども、ただまあ自治体の方々がですね、そういう森林に振り分けられたですね、ものを使って、まあ、気候変動の対策ですとか、まあ、あるいは、まあ、干ばつとかですね、人工林、私有林の、人工林の整備というものが主眼にございますけれども、実はそこでこの今回の地域の中ではですね、まあ、こういった農業資産のトレイルの整備とか植林というものが行われておりまして、その中でこの環境税を、譲与税を使ってですね、クヌギ林の整備というものも行われております。こちらの現場に私どもがお邪魔した時の、まあ、写真となっております。で、まあ、詳述はできないんですけども、やはり、耕作放棄自体は、かなり山のエリアなので進んではいるんですけども、実は、椎茸の生産はそれなりに維持されているっていうのが右側の図ということになります。で、ものによってはですね、このちょっとちっちゃいんですけど、この赤い四角でくくっているここについては、かつて水田であった場所に、クヌギを植林して、まあ、そういった椎茸生産に向けた場所として活用されているというようなことも行われています。まあ、地目を、まあ、終えてっていうことなので、ちょっと全国的には、まあ、そんな、どんどんやったらいいじゃないかと皆さん思いになるかもしれないですけど、農地に植林をするっていうのは、そんなに、行われてきたことではない。まあ、農地を整備するための、税金の投入ですとか、補助金っていうものもございますので、その関係でそんなには行われていないんですけども、そういった、まあ、事例もある、場所ということになっているということになります。こういったことを、まとめましてですね、2021年に、私と、まあ、今日お越しの三宅さんですとか、内山先生とかです、神戸大学の、岐阜大の伊藤先生と、こういった論文も出しておりますので、よろしかったらご参照ください。で、ここまでが、すいません、趣旨説明ということになるんですが、我々がですね、その、大分県からいただいた、助成金を主に活用してですね、どういう調査結果が出たのかということについて、5分程度で少しご報告をさせていただきたいと思います。で、まあ、気候変動で、低温椎茸、まあ、低い温度にならないと生産ができない椎茸について、今どういう状況にあるのか、後で林会長などからもお話あるかもしれませんけども、そこのまあ触りの部分についてお話をさせていただきたいと思います。で、もう一点、国崎半島の中ではですね、執刀医という、まあ、畳表なんですけれども、いぐさではなくて、こう、庶民向けの琉球畳といいますか、そういったもの向けのですね、ものについての、地理的表示の保護制度っていうものも、登録をされております。で、この地理的表示の保護制度っていうのは、単に商標とか名前を登録するんではだけではなくてですね、生産方法とか、そのエリアの特性、どれだけ雨が降るか、土が どんな状況なのかということと合わせて、登録をされるものになります。ですので、特許庁ではなくて、農林水産省が管轄している制度ということになります。で、産地プラス地名というものが保護されるんですけども、まあ、必ずしも地名は含めなくてもいいんですが、普通地名というのは登録はできないんですね。みんなのものなので、地名というのは。ただ、ボルドーとかですね、ワインの例を持ってきますと、ユーバルメロンとか、まあ、かなりもうそのエリアと産品の品質が深く結びついているということが、まあ、特性が結びついているということが、認定されますと、その生産方法を含めて、地域共同の共有の財産として、まあ、登録ができる。で、これを、EU なんかとは、相互認証してますので、輸出をするものについても、向こうで保護してもらえる。まあ、和牛なんかも結構登録されておりますけれども、そういった制度があってですね、まあ、そういったものも実は、ございます。で、国内では、あとは岩手の木炭とかですね、こういったものも、どれだけ電気を通すか、食べ物ではないんですけども、まあ、電気を通す、まあ、炭化の純粋度が高いですね、そういったことを基準に、かまどの歴史ですね。ですので、その科学的な根拠と、まあ、歴史性みたいなのの合わせ技で、林産品についても登録化されております。もう一つも、やはり岩手県の例になるんですけども、上房地漆などが、こういった、特性があるということで、これも、最終製品ではないんです。漆って、塗られたその器とかに GI って貼れるといいんですけども、
途中で投入する漆というものが登録されているので、最終製品にはまあ入っていないということで、ちょっとリン酸品については、なかなかその食品の場合と比べたときに特性がいろいろあるなということなんですが、すいません。ちょっとここは、よろしければ、後で、日本、林学会誌の担保でいろいろ発表しますので、ご覧ください。ただ、国崎に話を戻しますと、こういった執刀医を使って、こういった椎茸の高級品についてですね、合わせ技でですね、そういう低温の椎茸、香りが良い椎茸と、GI の、その畳表の草っていうものをうまく使って、合わせ技で、この地域の中の、まあ、産品ということで、やっております。で、ここからが、本題の、気候変動と、低温椎茸の、まあ、話になってくるんですけれども、今、まあ、気候変動ですとか、まあ、長期的な人間的な。で、なかなか、こう、この上昇が続いている中ですいません。ちょっとミュートにしていただけますかね。はい。伏せ声の場所とか、ほだきとか、まあ、冬の間に水をまいたりっていうことで、椎茸の、まあ、原木椎茸の生産のやり方っていうものも、かなり、まあ、影響を受けてきてます。やり方が少し変わってきてる意味では影響を受けてたり、まあ、遮光ネットを使ったりっていうことも、そのあたりは、まあ、林会長も本当に現場で実践されているので、後でやられたら、お話しいただけたらと思いますし、台風なんかでですね、そういったものへの適用なども、起きているということになります。で、実はこの中高温で、生産できるものと、まあ、低温にならないと出てこないものって、生産者への聞き取りなんかでも低温菌がやはり出にくくなった。まあ、温度が上がってきたとか、場所にあってな、あった品種ではなくなってきてるんじゃないかというふうに、指摘もされています。で、低温の方が高く取引されるんですね。香りがいいとか、高品質な。なので、この宇佐地域の、産品というのは高めに取引はされてきたんですけども、気温が上がって、そこの低い温度にならなくなってくると、こういうものの生産が難しくなるという、まあそういう簡単に言ってしまうとトレードオフに今直面しているということになります。で、それに対して、まあ、生産者の皆さんはどんなふうに対処されていますかっていうのを聞き取りとワークショップなんかを開催させていただいて、やりましたというところです。で、まあ、これが、生産者の特徴で、かなり、まあ、ご高齢の方が多い、男性が多いとかですね、いうことなんですが、ほとんどの方々が、その、イースタンエリアに指定されているエリアの中で、ホダギを入手されているとかですね、まあ、年間の、売上についても、まあ、こういった規模であるということが、ございました。まあ、それは大きく3グループぐらいに分かれるのかなっていったことでございます。で、どれぐらいの割合で、その低温椎茸、を、まあ、いろんな品種がある中ですね、やられてますかっていうと、大体4割ぐらいの方が、すみません、生産量の4割ぐらいなんですけども、まあ、かなり、大きな比率で、やられている、方も、まあ、3分の1以上はいらっしゃるような状況になっております。で、どういう方が生産を、まあ、続けていっていただけているのか、まあ、続けているのかということを見ていきますと、そういうものを、まあ、ブランドの活用出品するときに、これは低温品質で、低温品質のブランドですよっていう、まあ、それはそうだろうっていう結論なのかもしれませんけど、ブランドとして、香りちゃんとかですね、そういうものを、まあ、活用され、積極的に使っている人っていうのが、まあ、優位にその生産を続けているということと、やはり傾斜が厳しいとやめてしまうケースが、まあ、多いとかですね、あるいは結構小規模の人、売上がそんなに大きくない人が、まあ、続けているというところが、ございました。なので、その、大きいところを支援する、もし低温椎茸の、まあ、生産っていうものを続けていってもらおうとすると、その小規模の、生産者の方々への支援っていうものが一つ鍵になってくるということが、我々の中で読み込めた内容となります。で、本日発表させていただいた、内容なんですが、ギリギリ、先月、採択になりまして、サステナブルフォレストリーという、雑誌の中で、報告、今日、見えてる、三宅さんとですね、協調で、三宅さんの方が、第一等著者で発表をさせていただいております。どうもご清聴ありがとうございました。